ことの方のライティングなんですけれども、非常に汎用性が高い、つまりいろんなところで使えます。汎用性が高い、あらゆるところで。で、なんでかっていうと、ちょっと考えてみましょう。書くってどういうことですか。なんか哲学的なこと言うかもしれないけれども、書くのが上手くなりたいとか、いろいろいろんな理由できてると思うんですよね。いろんな理由で。で、ちなみになんですけど、これ書くライティングテクニックなんですけど、6000何百人なったんだっけ。6000、これで6700ですかね、くらい受講していただいてるんですけど、これまで。で、ですね、プロの方たちも結構入ってます。ベストセラー作家とかの人たちが、何しに来てんのみたいな感じです。なので実はですね、出版界の若干インテルになりつつあるみたいな。ライティングゼミ入ってる、実はこの人もライティングゼミ出身だよって人がいっぱいです。で、何を言いたいかっていうと、ですね、うちの、まあ、これライティングに関わらずゼミっていろいろあるんですけれども、うちでものすごい気をつけてるのは、僕だけしかできないっていうメソッドだったら何の意味もないので、すごい気をつけてるのは、再現性です。つまり誰がやっても同じように再現されるっていうことを非常に気をつけています。ホリエモンさんが言ってる理論、ホリエモンさんしかできないんですよ。なぜなら天才だから。非常にスペックが違うんですよ、我々凡人と。これ凡人のメソッドなんで、凡人でもできる、つまり再現性が高いっていうところをやる理論です。で、今ちょうどね、スペックって話出てきたんで、スペックなんかパソコンとかでありません？ CPU、 このソフトを入れるためには CPU 何々以上が必要とか、スペックとかありますね。メモリー何々以上っていうところで、多分ね、ホリエモンさんとかそういうハイパーな人たちの理論って、落合陽一さんとかの理論ってもうスペックが高いんですよ。もう Mac Pro みたいな、なんかすげえ100万以上のパソコンじゃないと入らないようなソフトなんです。ところがこれは大丈夫ですよ。廉価版1万円くらいのソフトで、パソコンでもいけるいける。あの、どれくらいのスペックが必要かっていうと、スペックダメだったらね、私帰らなきゃと思ってる人いるかもしれない。あの、著者とかいっぱい来てる、私著者とか全然無理とかって思ってる人いるかもしれないですけど、スペックですね。もう今ここに座ってる時点で、東京京都に座ってる時点で、通信でこれご覧になっている時点で十分スペック満たしてますから。だって読めたでしょ、文章読めたからここいるんでしょ、決済できたでしょ、で、ここたどり着いたじゃん、なんかどうにかして、どうにかしてあと見てますよね。ということも、皆さんもスペック十分です、スペック十分。あのね、簡単に言っちゃいますけれども、乱暴に言っちゃいますけれども、これでね、なんかね、ライティング教えてる先生とかも入ってたりするの。だからあんまり言えないんだけれども、あの、高校の国語の先生とかたまにいる何しに来てんのって感じ、文科省に教えてもらってっていうのがあるんですけども、ですね、ここスペック、スペック、スペック、なんでそれ低くていいかって言ってるとなんですけれども、ライティングなんて誰でもできるんですよ。こんなの、こんなのってはっきり言っちゃいますけどね、こんなの誰でもできるんですよ。っていうか、そもそも皆さんやってますから。ライティングなくして生きてきてる人ってほとんどないと思うんですよね。パソコンで書くとか原稿用紙書くっていう手段を取らなかったとしてもです。例えばこれ、なんで汎用性が高いかっていうとですね、実際今、例えばなんで汎用性が高いかというとですねって、頭の中で僕書いてるんですよ。頭の中の見えないモニターに書いてるんですね。それを今、声帯というアウトプット機関を使ってアウトプットしてるから講義になってるだけなんです。これがそのままテープ起こししてキーボードに打ち替えて、キーボードでアウトプットしたらただのライティングになるだけ。だから大元一緒なんですね。大元ってライティングってそもそもは頭の中に書くものなんですね、話とかっていうのも。なので、あらゆる部分で皆さんライティング使ってます。今まで多分もっと言ってるんですね。実は6700人じゃなくてもう少し言ってて、なんでもしかするかっていうと、スタッフミスして1年間くらい計測しなかっただから8000人くらいいるんじゃないかなっていうのはあるんですけど、これはですね、70% くらいの人、まあまあずっと何期もやってるんでデータも分かってるんですけども、 70% 以上の人はですね、なんとなく来てますなんとなく文章が苦手かもしれないし、なんとなくライティングがこれから必要とされるかもしれないし、なんとなく友達のフェイスブックで流れてきてて、いいねしたなみたいな、友達も受けてんなみたいな人が7割です。
なので別にプロ志向じゃなくても全く問題ないってところですね。でなんですけど、この7割の人がちょっとミソっていうか、この人たちが最終的にはなんかプロゼミを目指したりとか言っちゃいますね。ライターズクラブ入ったりプロ目指したり小説家になりたいって言い出す人たち、なんとなく人たちが結構そういう割合になってます。だからまあ再現性ってちゃんとね書けるようになるっていうのがあるので、しっかりとやっていただければ多分メリットが高いと思います。相当メリットが高いと思います。なので4ヶ月間なんですけども、多分今から聞くメソッドは見たことも聞いたこともない話ばっかなんですね。なので第1項第2項は混乱のただ中で自分の今までの歴史との葛藤です。起承転結って何だったのってなりますから、今まで漢字いっぱい覚えたの何だったのってなりますから、ことわざってなくてよかったのって四字熟語って何みたいな、いらないって言われちゃいますからね僕に。何になるかっていうと、なのでもう今言っちゃったんですけれども、語彙とかもいらないですからね。なるべくで、なるべく中学生で習ったくらいのレベルまでで大丈夫です。義務教育で十分です。国語とか古典とかいらないです。はっきり言って四字熟語もいらないです。漢字難しいのわからないです。昨日 Facebook でなんか大きなつづらって書いたら、誰みんなから文句言って、つづらって読めないって読めないんで、受け手に読めなくて伝わらなかったら文章は1ミリも意味がないんで、書くっていうこと、相手に伝わらなかったらいくら難しい漢字を使っていくら難しい言葉を使っても何ら意味がないので、中学生レベルの言葉に落とし込めるかの方が非常に重要なんです。語彙とか漢字とか知らなくていいですよ。なぜなら iPhone とかパソコンがやってくれるんで、わからない漢字やってくれますよね。わざわざいちいちやらなくていいので、なので全然大丈夫です。でよく言われるのね、あとね、また言われるんですけど、文章苦手っていうの大体思い込みなんで、思い込みです。大体多くの思い込みで出てくるのが、なんか知んないけど文系理系みたいなファンタジー信じてる人いるんですよね、今令和の時代なのに私は理系だから文章ができるってなんでみたいな、あれってクラス分けされただけじゃないですか。どっちか分かんない段階で、じゃあ私は若干国語得意だから文系行こうかなって、そこで本質的な文章の能力って分からないはずなんですね。なので関係ないです、関係ないです、そういうところも関係ない。だから今までの文章の話と全然違うよね。なんか漢字を覚えろとか語彙を覚えろとか漢字検定とか覚えておいた方がいいよ、起承転結ちゃんとやれっていう話だったと思うんですけども、全くもって違いますので、ね、全くもって違います。第1項のやつからちょっと流れだけ言ってきますね。これ4ヶ月間、第8項までありますけども、8項はまとめの回です。で解き明かしの回です。最初からもう宣言してしまうと、なんでこの人生を変えるライティングゼミっていうの、人生を変えると言えるのかって解き明かしの回です、ね、ここのところ。だから全て全部計画されているあの講座の内容だと思ってもらっていいです。ここのところでこういう効果を期待してこういう講義を処方してるっていうのは僕らのメソッドとしてあるので、なぜならこの6000人以上の方からフィードバックがあるんです。毎回ここが分からなかったってやつ全部消してきてますんで、なので一番最初の講義と全く違うってことです。だから前期よりもちょっと違うんですね。毎回全然直していってるんで、毎回大元同じように見えてて、全部ちょっとずつスパイラル的に良くなってるみたいな形です。で超重要なの、今日の話はですね ABC ユニットってやつやります。後から出てきますね。ABC ユニットってやつやります。で第2項問題っていうのは最初からもうテーマだけ予告的に言っとくと、書くことはサービスであるって論点でやります。これスタンスの話です。で第3項だとストーリーの話をします。実は文章にはストーリーを込めた方が伝わりやすくなるって話ですね。小説家じゃなくても誰でもできますよっていうやつやります。このところで第4項だとマーケティングライティング、聞いたことないと思います。ご苦労です。マーケティングライティング何かっていうと、人に来てもらうための文章、人に買ってもらうための文章、もっと言っちゃうと人を動かすための文章みたいなやつがマーケティングライティングって規定されている。ビジネスやってる人はかなり重要になるかもしれないです。ビジネスやってる人だけじゃなくて就活生も、就活生って何かっていうと自分を売るってことなんで、買ってもらうっていうのも必要になるんですね。あらゆる年代総就活生になりますんでね、今は長く企業に勤めないんでね、フリーランスとかでやっていくんで、これはこのメソッドはかなり重要なんですけど難解です。結構難しいです。ここ習得が一番難しいです。正直言うんでね、簡単なやつは簡単、難しいやつは難しいって言うんで、で全体的には習得できますか。最初から言ってる通りライティングなんて誰でもできるんで、あれと一緒です、チャリンコのロールと一緒ですから。
チャリンコ乗るのって別に10秒9秒97で走んなくて大丈夫でしょ。運動神経不要じゃない、ほぼある程度の運動神経があれば登いきますよね。若干習得は遅いかもしれないですけど、ライティングと同じ、チャリンコ乗るのと一緒なので、もう何も心配しないでください。で、大五項っていうのは後々出てきますけど、ギャップを制するものが、ABC ユニットを制するってやつやっていきますね。で、第六項射程。で、第七項だと3点フラクタルって、その理論を使うと本まで作れるよってやつやります。で、これは後々いいんですけどね、カリキュラムも書いてるんですけども、あと最初から言っておきます。これ、4ヶ月かけて、知識を手に入れるじゃないです。ライティングゼミははっきり言います、体得するです。体に染み込ませます。体得しないと再現できないんです。だって自転車の乗り方って理論は簡単じゃ難しいよね。多分物理学的にどれくらいまでやるとバランスが取れて倒れなくなるって分かんないじゃん、5歳で。なのに乗れるっていうのは何かっていうと体で覚えてるんですよね。だからライティングっていう技術を使えるようにするには、再現性高くするには体得より他ないです。体得より他ないんです。だから講義は8回なんですけれども、課題週に1回、基本的に週1回あると思ってください。4ヶ月第4週まであると想定してですね、16回の課題提出があります。これ2000字出してもらいます。2000字ってどれくらい、まあね、2000字ってあんまり慣れてない人は慣れてないかもしれないですけど、ブログとかの記事だと2000字だと読みやすいとか言われるかもしれないですね。ビジネス系の記事だと僕らだと4000字書いてとかって言われますけれども、あとはですね、 A41 枚の企画書って細かいんでね、実はあれ慣らしてみると2000字くらいとかね。あとスピーチもね、僕みたいに2時間も3時間も喋る人いないですけども、10分とかですよね、あれ2000字くらいとか。なので実は人生でものすごい使うのがここの2000字っていうところなんです。で、ちょっともう少し考えてみると、僕らは一番最初小学校とかだと読書感想文とか書かせられましたよね。あれって原稿用紙3枚とかね、高校生になるとか5枚とかってなってますけれども、あれが大体1000字くらいの、だって400字詰めのやつが3枚で1200だけど全部埋まってないでしょ、あれ1000字くらいなので、その倍くらいだと思って大人だからね頑張ろう小学生じゃないんで2000字頑張ろうってことです。これはものすごい、これねかなり使いますんで、2000字って人生で無意識的に使ってるの2000字なんです。実はかなり仕事とかね、いろんなところで2000字っていうのが、あのね、もう少し言っちゃったんですけど、2000字くらいないと他の人と差つけられないんですね。僕らプロでも2000字くらいないと他の人と圧倒的に違うよって差を見せつけられないっていうレンジでもあるってことです。2000字くらいっていうのは結構鍛えられますんで、鍛えられます。あとね、いい苦しみ具合なんです。ちょうどいい苦しみ具合なんで、5000字になると悶絶になるんで、これはうーんなるくらいなんで、これくらい、これを16回やるっていうのが、これによって体得みたいなので、この16回の課題に対して講師陣がフィードバックしますね。例えば文章ね、うまくいった文章を受かる、ウーブ天文書店に掲載ってなるんです。ダメだったら頑張ろうねみたいな、ここのところ悪かったよ、次回頑張ってねっていうのでフィードバックします。落としたからといって人格否定してませんから大丈夫ですか。僕らの目標は4ヶ月かけて皆さんにライティングの技術を再現性高い状態で体得していただくってことなんですね。なのでここなんかキャバクラとかホストクラブじゃないんで、皆さんをチヤホヤしませんで、4ヶ月かけて4ヶ月後に皆さんが得るものが大きいってところを僕ら焦点当ててやってますんで、で落とすのはですね、そこの文章自体に素直に落としてますからね。この文章読みづらかったとか、ABC ユニットがなってなかった、切れ味が悪かったとかですね、サービスローンってなってなかったよとかっていうやつね、落としますので、でもう少し言っちゃうと、僕らは落とすことがサービスだと思ってますんで、でここが悪かったよ、ここを補えばもっと良くなるよって話なんで、そうすると来た意味もあると思いますんでね。だから最初から言っておきます、人格否定じゃないですからね、私のやつ否定されたみたいな、とっときの素材だったのにとか、だからとっときの素材後にやったら習得してからあんまりとっときの素材使わなくてもいいかもしれないですね。あとはですね、今の流れで言っておくと、最初から注意しておくとなんですけれども、一回落ちたでね、でちょっと攻略法言っちゃうと他の講師陣から多分
寝そくと言われる可能性あるんですけど、実はですね、小さい声でしか言えないですけども、落ちる理由って4つくらいしかないですから、その4つをクリアすれば全然大丈夫です。で、これ何を言いたいかというと、さっき言いましたね、200人くらいここいらっしゃるんですね、通信を含めて200人くらいいらっしゃるってことは、締め切りが、月曜日の23時59分なんです。で、その前後にわーって上がってくるんです、グループに。ってことは何かというと、皆さんご覧いただけるってことですから。ってことは、受かった記事も落ちた記事もご覧いただける。で、このクラス過去最大なので、他の人のもご覧いただけるってことになります。そうなるとね、さっき言ってる話につながるんですけど、4つくらいしか落ちる理由ないんですよ。ってことは、200人もいると自分と同じ理由で落ちる人がめっちゃいるんです。で、その時他の人が落ちたやつの文章、同じ理由で落ちた文章を探して読んでみてください。確かにサービスできてないなんて人のことだと分かるんですね。自分言われると感情的になるんですけれども、人のことだと、あ、確かに私のやつこれ足りなかったかも、この人と同じところがあるなって。で、その上で自分のやつを読み返してみると、確かにここ足りなかったかもってなるかもしれない。その順番でやってみてください、もしその状態に陥ったらです。